去年、伊勢志摩地域が観光庁から外国人富裕層を地方に呼び込むためのモデル観光地に選ばれたことを受け伊勢志摩地域のプロモーションを行う伊勢志摩観光コンベンション機構が初めて開いたもので県内外の観光事業者などおよそ180人が参加しました。シンンンポジウウムでは観光庁ののの職員やインバウンド客向けの旅行会社の代表らが登壇し、 富裕層旅行客の誘致などをテーマにパネルディスカッションが行われましたこの中で伊勢志摩地域を富裕層旅行客にとって魅力ある観光地にするために外国語が話せるガイドの育成が必要だといった意見が出されていました伊勢志摩観光コンベンション機構の担当者は伊勢志摩に来るインバウンド客はまだまだ少ない伊勢志摩地域を より多くのインバウンド客が訪れ経済効果を生む地域にしていきたいと話していました。